おはようござい学長ます。先生、今日はおはようございます。きゅうりさん、大おは丈ようご夫ざいなんですます。か？はい、今日お休みになりました。そうですか。はい。それはなぜ？お天気とかで？あ、なんか、まだ苗が、そうだね、30センチぐらいなんですよ。はい。なので、収穫の作業ではないので、あ、なるほはど。い、毎そういうこと日なんでやる。すね。そうなんです。そうなんです。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。そっか、きゅうりさんも、応援してください。た こちゃん先生が一番いい具合になるように。植物さん綺麗ですねって言って、ねえ、素作業敵。してます。イェーイ、イェーイ。イェーイ。もう幸せですよね。かこちゃん先生もだし、きゅうりさんたちも。ねえ。そうですね。ねえ、だってすごいこんな綺麗な、いい波動の方に、ねえ、ビニールハウスに入っていただけたらもう幸いや、せですありよがね。とうございます。お互いに。で、なんか緑染まってるとすごい、自分が癒されますよね。なんです。なんかね、かわいいんですよね。ですよね。土とかね。そう、なんりっちゃんか。先生、お花ね、大好きだから。で、私ね、主人の母と、同居してた時は、お手伝いしてたんですよ。畑やってる。なんか、結構、いろいろやってました。楽しかった。すごねーい。もう意外そう。な一面がたくさん。なんか、結構派手な、なんかそういう農作業できるような服買いに行って、まあ格好からだと思って、そういうの着ながらやってました。楽しかった。いいですね。好きなんです。あ、いや、皆さんおはようございまおす。はようございごまめんなさい。す。ちょっとぼーっとしてたらもうこんなにいっぱいいらっしゃったし。今ね、小和田まりさんの CD 流してて、もう癒してますね、朝からね。もう、おはようございます。感謝でございます。あ、まみこ先生も招待しちゃおう。で、皆さん、ちょっと、今からなんだっけ、いろいろちょっと操作していきますので、ご自由にお話ししててください。喋れる方、どうぞ。ですね、ズーム会で、夜のね、ズーム会で、玉振りのお話っていうね、魂が最近震えたお話はどうでしょうかっていうのをユミシュリンが聞いてくださってて、で、私はそこでお話しさせてもらったのが、なんかこう、気分がね、軽くなるようなこといっぱいしてたら、いいこといっぱい引き寄せましたっていうような、ちょっとわけわかんない話をしたんですけれども、よかったです。かこちゃん先生って昨日お話しされましたっけ？話しました。ちょっと要約していただいて、どんな話でしたかね？用意スタート。用意スタート。かこちゃんです。おはようございます。私はお正月お店開けてたんですけど、あ、そうでした。2日の日に、昔前のお店に通ってた時の愛弟子仲間が、お店に行きたいんですって連絡くださって、で、久しぶりにその方、ずっと一人さんから、お店からは離れてたんですけど、なんかサプリ飲もうかなと思ってって言って来てくださったんですね。で、いろいろお話ししてたら、その夜に、その方のお母様が救急搬送されて、コロナではなくって、別のご病気なんですけど、で、お話が思うようにできなくなっちゃったんですね。で、ちょうどその、炎の浄化のワークを元旦に聞いてたので、それをお母様にやってあげてくださいって言って YouTube を送って、そしたら、そのワークの中でちゃんとお母さんとお話ができて、そしたらお母さんの症状が良くなってきてるんですね。だから、魂はね、ちゃんとわかりますよって、お伝えできました。そしたら、ひとりさんが教えてくれたことがやっと分かってきた気がしますって。そうですか。いお話やー、しすてくださっごてましい、た。以上人でがすげえ、素晴らしい。さすがねこちゃん先生も、お正月早々、素敵なことを、実践なさって素晴らしい。ありがとうございます。す。ありがとうございます。そうでした、そうでした。そういうお話でしたね。
もう半日経つとすっかり忘れて、また新鮮じゃん。いいお話を聞いてもありがとうございます。ありがとうございます。でね、カズくん先生が昨日、そうなんです。ちょっとズーム会入ってたんですけども、途中で抜けられてて、ああ、お話ししたかったっていう感じだったので、私は個人的にお茶会でその話を聞いたんですが、ね、魂振りという、魂がもう震えるほど、よかった、これがっていうのが、それぞれありましたら聞いてるんですが、カズくん先生ちょっとまたシェアしていただいてもいいですか？あ、ひろこ先生、ゆかちゃん先生おはようございます。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 今、玉振りのね、お話ちょっと軽くしていただいてます。気楽に話していってください。カズくん先生、開けられますか？あ、ちょっと、準備中かな？じゃあ、先に、あ、ひろこ先生、昨日ズーム会に参加されてましたよね。あ、はい、してました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ひろこ先生って昨日はお話しされてなかったですか？あ、昨日はね、してなかったんですよ。あ、そっかそっか。じゃあ、まあ嬉しい。ちょうどね、ひろこ先生の顔見ながらお話伺いたいなと思って。あ、そうなんです。ありがとうございます。参加をしてたんですけど、はい、ありがとうございます。お願いいたします。ありがとうございます。用意スタート。スタート。やっぱりね、私のお店の天下統一のお話がやっぱり魂が震えました。あ、やっぱりね、そうですよね。うん、姉のよっちゃん先生なんですけれども、ですけど、長くこの院だったんですけど、その間にね、やっぱりうちの他の学弟子さんたちが、最後北海道だったんですけど、他の方もやっぱ北海道が取りたかったんですね。なんかそこの格闘がすごくあって、とってもええのかあかんのかとかね、なんかこうやっぱりそれぞれの中であったみたいで、でもやっぱり長い奥の院だとやっぱりお顔もちょっと楽しくなくなってきてるのもみんなでわかるんですよね。すごい。大丈夫とか言ってる割に、でもその気持ちもわかるし、でも北海道みんな欲しいっていう、でもやっぱりそういうことは譲り合いはやめて、もうどんどん行こうっていうのがみっちゃん先生の教えやったので、でもだけどやっぱりなかなか言えないっていう、その葛藤がみんなですごい学びになってて、結局皆さんこう北海道取って行かれたんですけれども、なんかお互いなんかそういう中でそのがとか、そのなんかやったらあかんとか人を気遣うとかいろんな感情が出てきたことが、今回私たちのお店ですごい学びになったのが、なってすごくいい結果になったので、なんかみんなで今回は玉振りさせていただきました。以上。素敵。ありがとうございます。ありがとうございます。まとめられないです。もうよっちゃん先生が、もう本当になんかすごい大有名になっちゃいましたよね。もうね、だから有名な言葉もね、やっぱり自分のなんか出てるんで、感情がね。そうですよね。そうそうそう。関西弁がちょっとね、入った有名な言葉も。かわいいですね。やっぱり、ちょっと辛かったっていうのも。でも、ね、たかがこうゲームやのに、そういう自分の癖とか感情が出るっていうのはまた面白かったですね。ああ、でも、本当素敵。ありがとうございます。なんか、ひろこ先生と、こう、仲良くさせていただいてるので、よっちゃん先生に、次回にね、小池先生との講演会の時にお会いできたりとか、それで、もともと、もうあんな素敵な方だったのかなと思ったら、いや、最初はなんか、感謝って何みたいなね。あ、そうです。そういうところにいらっしゃったっていうのが、ちょっと、よっちゃん先生ですかみたいなね。そこから教えてもらってたので、すごいなんか感動がひときわですよね。本当にね。もう本当に、ますます未熟でした。ということがね、私たち、気がついたというかね、楽しかったですね、今回の奥の院の。はい。でも皆さんのおかげですね。本当、お姉様お一人じゃなくて、その、まな弟子さんたちと、ひろこ先生と皆さんで、学びになってるっていうのがすごいですね。だけど皆さんの応援がないとすごいですね。奥の院って言われてないと、やっぱり途中で多分やめてたと思うんですね。よっちゃん先生も。そうですよね。やっぱり皆さんのこう、明るい励みがあったので、本当にありがとうございました。奥の院どのぐらいでしたっけ、入られてたの。12月から初めぐらいからなので。本当、
そうなんです。ありがとうございます。すごいですね。でも面白いエピソードがあって、うんうん、教えてください。1月20日の日なんですけど、私朝起きたら、うんうんうん、起きた瞬間、姉の、うん、お姉ちゃんこんだけ頑張ってるのに起きないな、おかしいよなって急に朝出てきてね、うん、電話で呼び出したんですよ。今日は店来てやってって言ったら、ええだからね、あのなんか今日なりそうな気がして、そしたらね、慣れたので、うん、あのやっぱり私の気合いも足らへんかったんかなと思ったり、面白かったです。うんすみません、長く以上です。ありがとうございます。すごいですね。そうなんですね。うわ、なんか楽しくなってきました。ありがとうございます。応援ありがとうございました。本当におめでとうございました。よろしくお伝えくださいませ。もうおめでたい。ありがとうございます。でも本当そうで、なんか私も、あの、一人でやってる時も楽しいんですけども、あんまり一人でやってる時ってもう全然入れなくて、まあ、奥の院も楽しいなぁなんですけどもね、カズくん先生とか安部ちゃん先生が急にこれからいいですかって来てくださると、うん、なぜか不思議に入れるんですよね、そういう時は。ですよね。ね、すごい不思議ですよね。ありがとうございます。ありがとうございました。カズくん先生、もしお話を聞きましたらごめんなさい。泣いてて、おはようございます。おはようございます。ね、昨日のありがとうございます。フラフリーのことをちょっとお話ししていただいて。素敵ですね。はい。よかったら、はい、話せたらお願いいたします。ありがとうございます。用意スタートでどうぞ。ありがとうございます。では、用意スタート。感謝します。ふわふわ。昨日のりっちゃん先生のお茶会でもお話しさせていただいたことなんですけれども、うん、はい、僕は、秩父観音前に行ってですね、劇的に、変わったっていう話なんですけれども、はい、やっぱり秩父一泊二日で、回らせていただいて、満願して、で、あー、すっきりしたな、なんか軽いな、ふわふわしてるなっていう、感じながら、家に戻る最中のサービスエリアでですね、りっちゃん先生と、やっぱりこの観音参りの後の、どうしても思いを伝えたくて、お茶会をお願いして、ね、はい、その時に、お茶会をして、で、そのお茶会が終わった後に、僕がどうしても、りっちゃん先生に伝えたいことがあって、で、うんうんうん、はい、やはりちゃん先生、僕、今日、その観音参りしてる時に、すれ違う人とかにですね、自分からこう声をかけることができたんですよっていう話をさせていただいたんですね。で、僕って、なんか自分の中で、やっぱり人見知りっていうのがすっごいずっと何年も何年も、なんかこう、悩みというか、なんか、持ってたんですよね。自分は人見知りだっていう勘違いを。でも、それが、すごい勘違いで、ずっと。皆さん、やっぱり、僕、人見知り、で、まあ、こう美容師の仕事をしてて、お客様とも話してる、僕、人見知りなんですよって言っても、お客様も、どこが、そんなのみたいな感じで、おっしゃっていただけるんですけど、自分の中で、やっぱりずっとなんか、小さい頃から一歩下がって、自分から挨拶できないっていうのが、なんか、嫌だなとか、なんか、自分が積極的に声かけれたり挨拶できたり一歩進みたいのになみたいな、そういう思いがあったんですけど、なかなかできなくて、でそれが秩父観音参りを回った後に、回ってる時に、自然とできてっていうのをりちゃん先生にも話したら、もう涙がドワーッと出てきて、本当に震えるぐらい大号泣したんですよね。すべてのなんか昔の感情とか、そういったなんか我慢したこととか、そういうのが全部解放されて、それが全部涙で出てきて、すっきりして、だからもうそれ以降自分のこと人見知りっていう、もうその記憶だったり感覚がなくなって、手放せたっていう話でした。以上です。すごい、ありがとうございます。もう本当素晴らしいですよね。なんか、かずくん先生って、お茶会、毎日やってるんで、今何百回でしたっけ？もうそろそろ500回、あと数回で4回ぐらいかな、はい、500回になるんですね、はい、5段になるんですけども、そういうふうにね、ちょっと言いたいんで、
お話もちょっといいですかしてもって言われたことないんですよね。その時以外に。だからそうですね。その時ってもうよっぽどなんだなと思って、あ、どうぞどうぞ話してください。もうそういう話でも話すも何ももう、もう、はい、OK みたいな感じで。もうです。はい。もう気持ちよく流れてたのでね。その時にいろんなものが出ましたよね。はい。すごく素敵でしたでね、思い出すと私も震えてきますが、うん、ありがとうございます。泣きました、あの日は一緒に。はい、ありがとうございます。ね、ああいう日ってあるんですね。でも、これだけ濃くなれたのも、本当に、昨日もお話してたんですけども、お茶会で濃いことができるようになってきましたよね、うん、私たちもね。はい、私も濃くなったし、うん、カズくん先生もその濃さをどんどん受け取ってくださって、はい、ね、感動参りまで行かせてもらっちゃったので、そうですね、おかげ本当に、ね、はい、ありがとうございます。これからも一人道を濃ゆく歩いていきましょう。走っていきましょう。ありがとうございます。ナミコ先生、お話できますかね。ちょっと無理かな。あ、おはようございます。おはようございます。朝はおはようございます。のけぞってはいらっしゃらないですもうまねこ先生というともうのけぞっておはようございます。全然私おはようございます。皆さん感謝してます。感謝してます。全然ね、自分でのけぞって言ってるね、気は全くないんですよ。で、後から見るとびっくりしちゃうんですね。うん、かわいいです。たまにね、アリンコの時も出せない時はあって、いや、アリンコもできるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど。ね、ナミコ先生の私聞きたかったんですよ。ちょっと、皆さんのように聞いてもいい、はいはい、答えられる範囲でお願いします。はい、私ね、クリクリの巻き髪が大好きなんですよ。あれ、地毛ですか？地毛です。え、本当？え、あんな長いのすごいですね。そう、私ね、髪がね、強いんですね、なんか。家族先生がいるから恥ずかしいんだけど。いやいや、まずこれはもう美容師さん。この人は本当に髪が強くて、結構もう本当に染めもすごいし、やってるんですけど、まあ、切れないんですよね。だから、皆さん、そう、私がすごいボブの時、カコちゃんとかは知ってると思うけど、ね、そっから多分2年ぐらいでこの長さになっちゃうんです。うわー、すごい。アゴボールが、それでこう巻こうという日が、まあ、多いですよ。最近ストレートの日も多い、ね、最近ちょっと抜けるってめっちゃチェックしてますね。私も何よりね、もうピンでっかくして、もう先生の髪型ずっとチェックですからね。本当に巻いてくださってるでしょ。巻きながらやってるでしょ。ずっと見てますよ、私。あれ、どうやって何箇所分けて巻いてらっしゃるかなってじーっと見てますよ。たまに、そうですよ。ですので、今度はやってください。それだけ。ありがとう。その画像、映像を出します。お願いいたします。もうね、和子先生にもね、巻き方をね、ずっともう、こうですか、こうですかとか、もうね、何度聞いてもなかなかできないですね。皆さんお願いいたします。巻き髪を YouTube でアップしてください。ごめんなさい、それで玉振りのお話を用意した後で、お話ししていただける範囲でお願いできますか。はい、よろしくお願いいたします。私、昨日ちょっとズーム出れなかったんで、玉振りのお話、はい、知らなかったんですけど、あ、だから今日神的にここに神計らいで出れたなと思って、ありがとうございます。こちらこそです、はい、お願いいたします。で、私今お話聞いてても、ひろこさんもの先生も、もう和子先生のも全部もう共感できちゃって、うん、本当にそう、ひろこ先生のね、天下統一のことで、もう学弟子さんたちといろんな思いができて勉強になったっていうのも、私この間のズームではちょっとお話ししたんですけど、うちもすごい陽子さんって奥の院の方がいらっしゃってね、うん、もう本当にひろこさんのお姉さんか陽子さんかみたいな感じになってて、その時に私はの ID が来るともうすぐ陽子さんに一番で送ってたんです、うん、いいか悪いかは分かんないんですよ、その他の学弟さんには。でもともかくそれをやって、でも他の学弟さんも陽子さんに一番に送ってって言ってくださって、でみんながその陽子さんを応援して、でも入れないんですよ、はい、後になっちゃったりね、陽子さんに一番に送ってても他の学弟さんが呼ばれたり先に、でも本当これ神計らい
なんですけど、うん、もう私がなんか途中から、うん、もうなんかもう、うーってなっちゃってて、なんでだろうって、もうね。それで途中で他のマナティさんとね、個別でお話することがあって、うん、その方ももう横さんが入れないと、うーってなっちゃってたんですって。うんうん、でも、気がついたんです。私たちがこういうふわふわでいない、うん、いないから、その波動がいっちゃってんだよって言って、ダメダメって言って、ともかくそう、ゲームなのにとかね、うん、もうでも、おかしくないですか、世の中のね、お忙しい時間の中で、ね、もう大の大人が、もう、競ってその時間にみんなね、もうね、それ考えたらなんかプッて笑っちゃって、うんうん、そこから私すごい気持ちが楽になったんです。で、自分もやっぱり入って、ね、その横さんって方がね、とっても優しい方だから、まみこ先生は私たちに一番にね、そう、私に一番に送って、で、やってらっしゃるけど、上司であるまみこ先生が20名の天下統一なさるのは、私の励みでもあるし、うん、本当に遠慮なさらないで、やってくださいってこうね、送ってくださるわけですよ、また。すごい。そう、それで、当のその陽子さんが満面の笑みでね、うん、なんでっておっしゃってるのに、私がカリカリしててどうすんだと思って。もう本当に学ばせてもらってます、学ばせてもらってました。だからもう本当嬉しかったしね。で、その話をしたね、多分もうだから、ひろこさん、ひろこ先生のお姉さんもすごいんですなんて言った次の日に多分ね、お姉さん統一なさったんじゃない？すごい。なんかそんな記憶の。ね、皆さん。うん、だからもう本当に本当になんていうのかな、震えましたね、いろんな人で。私もね、こんなけど本当人見知りって言ってたんです、ずっと人にで、お客さんやってね、美容室でやっぱりお客様が来るね、あれなのに人見知りなんですとかってこう言ってて、で同じです、本当に勝君先生と同じで、うん、何言ってんのって言われてみんなに。今では人見知りって今は勘違いしてるんじゃないかって感じですけど、ね、でもそういうのを持ってらっしゃったんですよね、その時は。そうなんです、私ね、人が多いとことか行けなかったし、うん、スーパーもだから私行かないんです。まあ、今でもあんまり行かない。今もやだ。なんでしょうね、なんかそういう人と人がいっぱいいるところがダメだったんですけど、マルカンだけはね、大丈夫。すごい。自ら いろいろ、ね、パコちゃんの踊り見に行ってましたね。すごいですね。そういうことなんですね。はい。なんかすごい楽しくなってきました。なんか本当にマルカンのおかげで。ないとわかんないですね。本当ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、出陣の家の中にも本当にお話伺わないとわかんないいろんなことがね。はい。もうあんなに元気に雄たけびされてると、そういうこともあるんだってドラマをなんかすごい聞かせていただいて、いありがとう。ありがとうございました。素敵なまみこ先生。ありがとうございます。ねえ、陽子先生にもよろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。そしてまたまた濃ゆい翔子先生お話できますかね。翔子先生もね、おはようございます。お客様と出ていらっしゃるので、はい、で、じゃあ手まふりのお話ね、昨日ズーム会で夜盛り上がってたんですけども、ちょっとなんか、これというのがありましたらお話しいただけますか。はい。なんかね、今もね、本当に皆さんのお話だけでも、また魂が震えるっていう感じなんですけど、やっぱりね、最近だと、本当にひろこさんのとこのお姉さん、やっぱりあの時は本当に、やったーみたいな、こっちでも、皆さんでこう入ってたみんなと、ああ、よかったねって、やっと取れたね、みたいな、なんか本当にそういう、またお店でのね、いろいろな、そういった、
修行っていうか、皆さんもね、あったっていう話聞いて、またさらに、あ、なるほど、と思って、今ね、お聞きしてたんですけど、本当になんかこう、一緒に毎日こう入ってて、奥の院で、奥の院でってずっと言ってるから、ああ、早くなんかねって、やっぱりこう、ね、お店は違っても、やっぱりこう、ひとりさんの仲間として、一緒にゲームやってる仲間として、なんか取ってほしいって思っていたので、すごいやっぱ嬉しくて、こっちでも泣いてました。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、本当にね、まみちゃんのところのね、マナテシさんもそうですし、なんか皆さん笑顔で奥の院でとかっておっしゃってるのが、なんか偉いなと思って、いつも拝見してたんですね。なので、なんか本当に主人の儀って、いろいろ本当すごいなって、また改めて今日お話聞いてね、思いました。なんか、しょうこ先生のお店は、なんかとってもお上品さが漂ってるんですけれども、羊の儀の時もすごい、なんかそう思っていつもうわーって見てるんですけれども、なんかその裏でのお話は、いや実はみたいな話はないんでしょうかね。でも、なんて言うんでしょう、なんかね、こう言ったらあれですけど、やっぱり東北人って、控えめっていうか、結構、天気ってね、なんか、こう、あまり、どっちかっていうと、人見知りの人がやっぱり多くって、なんかね、違うかもしれないですね。じゃあもうあのままなんですね。なんか、そうなんです。普段からあんな感じ。あれが終わった瞬間にみんなだらけるとか。そういう下品になるってことはないんですね、やっぱりね。ちょっと期待しましたがないんですね。まあね、それこそいろいろとね、楽しいことはありますけど、でもそんなにこう、はっちゃけれないっていうか、でもなんか、あそこまで、その雪が降ってる日とかも、ああやって毎日来てくださるまな弟子さんたちって、すごい、もう暑いっていうか、ね、心の中は燃えたぎってますよね、きっとね。だからそれも。なんかね、やっぱり、出陣の木に出ると、他の物事がやっぱり、なんかスムーズに運んだりとか、さすがですね、やっぱり、波動が上がるからっていうので、こう、やっぱり何もしないでいると、どうしても、それこそね、雪が降ったり、毎日こう、曇天が続いてると、気持ちが沈んじゃうので、だから、あえて、こう、出てきた方が、なんか自分の波動が上げられるっていうことで来てくださってる。素敵。そうなんですね。そうですね。やっぱりこう、みんなのなんかお顔を見るのがまたね、あの、ズームで、楽しいっていう、やっぱりそれに尽きるんだと思うんですよね。ゆみ先生のトークだったり。本当ですね。ありがたいですよね。こうやってこう、つながれてね。みんなでこうですね。最初はね、本当にやり始めた頃は、こんなに楽しいことになるとは思ってなくって、最初9月ぐらいに、なんか、おたけびみたいな。でもなんかやっていくうちに、どんどんそれこそね、あの、天下統一ゲームになってから、さらに、まだやってないところは、あそこだ、ここだって言って、やっていくのもまた楽しかったので、ですね。本当に。でも、そう、最初から濃かったですもんね。ひろふみ先生も、しょうこ先生もね。そうですね。もう、すごい、もう、本当、なんかね、今じゃ、全然私なんかも入れない日が、奥の院の日があったりとかしますけど、最初なんて余裕で入れましたしね。そうです、何件でも読んでいいような感じでしたもんね。そうなんですよ。なので、一周目は本当にラッキーで、だいたい3件ぐらいね、おたけびできたので、そうですよね。ひろふみさんも地図をこう塗りつぶしながら、一人でね、まずは俺はやるとか言ってやってたので。ここですよね、やっぱりね。なんかこう、ね、本当にひとりさんの思いっていうかね、愛の感じで、なんかおたけびするのが、なんかすごいやっぱり楽しかったみたいで、ひろふみさんも。ねえ。じゃあ私もやっぱりどうせならそうやって一つずつ塗っていこうみたいな風な感じだったので。
あ、私もそうですね。やっぱりその、それの地図を見せていただいてから、私も、あ、じゃあ塗ってみようとかって思ったので、やっぱりこう、先を走ってくださった皆様から教えていただいたことがすごい大きいですね、出陣の儀もね。本当ね、ひろこ先生がね、私を攻めたり、こう、ゆっくりやってる人を攻めるわけじゃなく、こんなすごいことを、もう一番にやっておくとすごいんですよっていうことをね、本当断るごとに教えてくださったので、そうかなと思って、すごく濃くできるようになってきたので、もう本当に先輩方のおかげなんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、スピーカーにインバイトしてみて、招待してみて、どうでしょうか。もしおしゃべりできるようでしたら、リカちゃん先生、どうめき、けいこ先生、よしこ先生、お話できるようでしたら、どうぞ、ちょっと、おはようございます。あ、おはようございます。いや、びっくりしました。ちょっと、皆さんのお声が、聞きたいなと思って、こっそりと入っておりましたので、今、バイトしていただいたと思って。昨日と同じお話でもいいし、もし、なんかこれも言い足りなかったっていうのがあったら、ちょっとお話教えていただいてもいいですか、玉藤さん。ありがとうございます。聞かせていただいても。はい、感謝いたします。はい、します。用意スタート。感謝いたします。皆様ありがとうございます。はい、私は昨日ね、ちょっとお話しさせていただいたことも、もちろん、一番の玉振りだったんですけど、もう一つやはりね、元気エール、元旦の日にね、ルンルン店さんで、漫画、何でしたっけ、天下統一させていただいた時が、もう、なんかお腹の底から、うおーっていう、なんとも言えない叫びのようなものがね、はい。溢れてきましたね。涙も溢れましたし、自分への喜びっていうよりは、本当に皆さん、まあ、本当先生方への、感謝の気持ちで、本当にいっぱいになりました。あの日もね、もう忘れられない、本当先ほどね、まみこ先生もおっしゃって、もう本当大の大人が、もう私たちも本当にランチの日でも何でも、もうお客さんいてもありっ子さんで出るみたいな、そんなことをちょっとね、続けさせていただいて、はい、それでちょっと私も最後、年末ちょっとお風呂院が続きまして、それで、でももう誠先生とかが一生懸命、なんかこう、やっていただいてるのが、こう、なんかわかるんですよね。こう、なんとか。で、入れなく、その時に、こう、順番が回ってこなくても、きっとね、これ、神計らいだから、きっともっといいことあるから、みたいなことをね、こう、励ましていただいたら、やっぱり元旦の日だったんだね、っていう、こう、みんなでね、喜べたのが、本当に私も嬉しかったです。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。感謝いたします。いいですよね。元旦の日っていうのがね、本当素晴らしいですね。おめでとうございます。皆様も本当おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。元祖アリンコさんですもんね。そうなんです。姉なんですけどね、元祖は一番姉です。そうなんです。でももう本当、アリンコでもすごいパワーを感じるんで、すごいですよね。もうすごい間近にお客様がいらっしゃるので。すごい。そうなんですね。そうなんです。隠れて体だけ見せないように。すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。アリンコでもね、楽しいパワーとかね、大きな感じが伝わるっていうの、楽しく、本当、ゲームを通しました。おかげさまです。ねえ、観音参りに近いですよね、なんかね。羊もですね、本当そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵なお話、ありがとうございました。ありがとうございます。感謝いたします。
では最後にくじ切りをしてお別れしたいと思います。よろしくお願いいたします。ではここにいらっしゃる皆様と大切な皆様、それからみっちゃん先生、斉藤ひとり先生、皆さんの未来は明るい、感謝のくじ切りをお願いいたします。八大竜王、竜神水流の方を行います。ナム、八大竜王、タツゲンハイ、リン、リン、ピョウ、トウ、シャ、カイ、ジン、レツ、スライ、ゼン、リン、ゼン、リン、リン、ピョウ、トウ、シャ、カイ、ジン、ゼ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 ン、八大竜王、竜神水流の方、以上、以上、このことがダイヤモンドに変わります。このことがダイヤモンドに変わります。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃい。お願いします。お願いします。ようこそありがとう。ありがとう。